はいどうも。はいどうも。来ましたね。今日はですね。もしえの大学、うん、in 坂田南をですね、うんうんうん、深く知りましょうね。はいはいはい。ということで。はい。はい。なぜか我々はなぜかトイレ。トイレに。会場から外れて音が出ない場所はここしかないっていう。で高校っぽいじゃないですか。高校っぽい感じでね、はい、させていただいて、教えのさんも3月去年ね、インタビューさせていただいて、でもうそろそろ1年経つところで、はい、どん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 活動の輪が広がっていってますから、すごいですよ。高校ですもん。高校ですよ。入り込んでますよ。入り込んでると便座で入り込んでも入ってますよ。私たちも考えれなかったですよね。そうですね。始めた時はこんな展開になるとは、はい、まさかまさかの、はい、来てますよ。来てますか。庄内来てますよ。庄内来てるんですか。来てます。やっぱり増えてますね。一生懸命楽しんで議論する人が、はい、やっぱりつながって広がってます。はい、は感じてます。あとそう知りま庄内を知ってるっていう人がポツ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 いるっていう、いるっていうことが嬉しいですね。やっぱ続けること大事ですね。はい。はい。それでは今回の、知りま庄内は、もしえの大学、in 坂田南高校を深く知りま庄内。はい。どうぞどうぞ。あ、その山形市のお店ってことですね。そう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 。そしたら、まさかの回答が来て、いやいやいやって、お前、本当はうちで働きたいんじゃなくて、自分でやりたいんだぞ。確かに。そうです、それは。じゃあ分かった、つって。もう何も言わず足りない分出してやるから。へぇー。マジっすか、みたいな。その、社長さん。はい。こんにちは。こんにちは。今回もしえの大学出張で坂田南校に3週にわたって一般の人が講演するっていうことで、そもそも なんでもしえの大学を知ったんですかね。私自身もちょっとバンドとかしていて、ライブハウスとかには出入りしてるんですけども、そこで知り合ったあの店長のユージさんがやってる企画だったり、ユージさんも講演した回とか見に行って、でこれが多分生徒たちに引っかかるんじゃないかなと思って、やってもらえないかなってことで相談したのがきっかけです。学校的にはこういう外部のコンテンツを入れることで、なんかすごく障害とか大変だったことってあるんですか。まあうちの学校の、まあ、あの同じ法人なんですけど、和循環とかとも提携してたりとかしたので、あのもしえの大学受講すれば単位になるだとか、というのもあったので、まあスムーズじゃスムーズかなって言った部分も、はい、聞いた線さんの変化みたいなのって早くいらっしゃいますかね。普通の授業よりも楽しみにしているというか、ような雰囲気はあります。じゃあ、多分カメラの向こうにもしかしたら学校関係者とか同じね、あの催しする前に悩まれた葛藤された方もいるかと思いますので、アドバイス的なものを最後いただいて締めたいと思いますけど、庄内で、本気でやってる人たちが、携わってるので、本当に利益度外視でやってくださるっていうところに魅力を感じます。でそれが、若い子に響くだろうし、まあ、響かない子もいると思うんですけど、やっぱり耳を傾ける。実際さっき聞いたんですけど、この知りま庄内もちょっと見ましたっていう生徒もいたりとかしてやりました、やりましょうない。やっぱり引っかかる人には、引っかかる生徒には引っかかるんだなって、思います。わかりました。今回坂田南高さんですよね。で対象が1年生対象で、出張もしえのっていうものを、取材させていただきました。坂井先生、ありがとうございました。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。どうですか。なんか将来なんかいろいろあるんだな、なんかいろんな転職とかいっぱい繰り返す人もいっぱいいるんだなって思いました。じゃあもしえのの今回の授業で、ああ我がこれ来た、わかりますってやつ。なんかアンカーの方が中学校の頃からお金貯めててすごいと思って、計画性が大事だなって思いました。こんにちは。こんにちは。ためになりましたか。あ、なりました。一番ためになったことを、はい、
聞きたいんですけど、ちょっと考えてもらっていいですか。はい、1週目の最初の一番最初のやつ その借金をしてもその落ち込まずその一生懸命生きていくっていうことがためになりました。そうですか。借金はありますか。あ、ないです、はい、落ち込むことはありますか。はそんなにないです。これからですね、借金と落ち込みは。はい、はい、未来に向かって頑張ってください。はい、わかりました。はい、どうだ2週目楽しいです。何が一番楽しかった。その人の体験談を聞けて、まあ、楽しかったです。今日の体験談で、ああこれ面白いなって何思ったっけ。自分、まあ、時間ないって言ってたんですよ。でも自分は時間があるんで、まあ、もうちょっとなんかやれることあったら、まあ、なんかやりたいなと。何する。まあバイトとか、まあちょっとやってみたいです。学校バイト大丈夫。まあやりま、この前やりました。あの郵便局でやりました。稼ぎよう。はい、ありがとうの。はい、お疲れ様です。教えの大学すごいですね、進出ぶりが。ああありがとうございます。スタッフの皆さんのおかげで学校まで来れました。どういう形であのこういったあのオファーっていうのはこう来るパターンが多いんですか。でもやっぱり酒田市と絡んでそこから多分いろいろ広がったと思うんですけど、今回酒井先生とかはバンドもしてるし、ゆうとくんとかもいろいろなところで広めてもらってるんで、今回このような機会をいただきました。要は関係性がまあ強いところが声かかりやすい。はい、そうですね。カメラの向こうにですね、関係性が薄い方が多分たくさんいらっしゃるわけですよ。ああ、ぜひ、仕事とはとか、生きる上で迷ってる方おられましたらうちら呼んでください。何でもお話ししに行きますんでお待ちしております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。